はじめまして、想定内皆さんこんにちは、ドクターしおきです。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。オカリンさんの勝つのはどっちだ？理不尽バトル、こちらやっていきましょう。さてまあ、どのように理不尽なのかやっていこうか。さてまずは、クリボーバーサスガボン。まあこれはまあ普通に考えたらまあガボンが勝つとは思うけど、まあコース名が理不尽バトルだからな。これクリボーが勝つと予想しよう。まあこれがどういう風に勝つのかちょっとみんな気にならん？どういう風に勝つの？はいはいはい、クリボーがなるほどバネで。それはちょっとあまりにも理不尽だろうよ。なるほどね。オッケーで50コインが取れますと。理不尽だね。さて、はい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 。ノコノコバーサス、メット。パウがあるんだ。どうなんだろうこれ。どっちが勝つ？あ、わかった。これはわかった。メットがパウを叩いて自滅する。だから、おそらくバネか何かに乗って空中に待機しているノコノコが勝利する。ん？どうなるこれは。ん？え？いや、引き分けやないかい。引き分けじゃん。いやでもそれでもコインの差に差はあるんかい。待て待て待て、それはちょっと納得がいかんぞ。それはちょっと納得がいかんぞ。俺は戻らせてもらう。俺は戻らせてもらうからな。俺は戻って、オーフを切り替えて、しっかりコインを回収していく。よし、よっしゃー、正解だー、やったぜー、オッケー、コインもしっかり回収して、さあ、第3試合はどんなコースかなーと、さあ、どんな対戦かな。よし、よろしくお願いします。お互い殺傷能力ゼロの二人の対決だね。サンボも花ちゃんもどうやってお互いを殺せと。いや、これは、まあでもね、殺しうる可能性があるとしたら、まあ、花ちゃんが、なんか、音符ブロックか何かを叩いて、ん？花ちゃん？え、花ちゃん？いや、ちょっと待って。なんか急にさ、バトルの内容変わったんだけど。なんか急にバトルの内容変わってない？なんかさっきまでさ、2匹のさ、直接対決みたいな感じだったじゃん。直接対決みたいな感じだったじゃん。急にスピード勝負になってお前が結局勝つんかい。花ちゃんが結局勝つんかい。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、何はともあれコインをゲット。さあ、50コイン 3SS、オッケー。50コイン2イコール S、50コイン1イコール C。オッケー、俺はランク SS と。ちなみにこれさ、こう、上側行ったらなんかあったりしない？なんか、こういうところにも何かがあったりしないかな？どう？さすがにないか。オッケー、じゃあまずこのままクリアさせてもらいます。ありがとうございます。した！あ。英語力クイズ中学生レベルやっていきましょう。まあ、中学生レベルだからね。まあ、間違えんよ。何？何これ？ここのさ、空白に入る英単語を答えようみたいな、そういうことかな？例えばなんか、トレイン、カートだとしたら、こう、電車トレインの A。で、なんか車、カートの R が入るみたいな、そういうことなんかな？なんかそういう感じっぽいよね。で、これは？タクシーかな？なんかそんな感じっぽいね。まあ、マキシーの可能性もあるけど。で、バス。まあでも多分これ乗り物で統一してるから、まあこいつタクシーだろ。で、S、T、A、R、あ、スター！なるほどね、そういう感じか、OK！ こんな感じで、空白に入るアルファベットから、こう縦読みしたら、どういう英単語になるかってことか。マッシュルームでもフラワーでもなくスター、そういうことね、なるほどね。よくできてらっしゃる。OK、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 OK。あれ？でもこれあれだね。間違っても一応死ぬことはないんだ。ちょっと待って、何？まあ、バットとかの可能性もあるけど、まあ、多分キャットだろうね。で、多分これドッグだろうね。で、まあ、これバードだろうね、多分。で、これは？まあ、ステーキの可能性もあるけど、多分スネークだろうね。ってなったら、CO?CO-I-N か。コインか。え、コインだよね。4文字目なんだった？ちょっと待って。COIN だね。コインだね。そういうことね。そういうことね。オッケー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 。さすがにこれくらいは間違えんよ。音符でもなく、ツタでもなく、まあコインと。ツ
舌はバインだけどさ、音符ってどういう風に表すつもりだったんだろう。なんかメロディーとかミュージックとかそんなんだったんかな。これなんだろう。何何何、これ何これ、この雲何、なんか不穏だな。 SK でこれ何、何何シン何なんだで、ディ、あー、なるほど、地形感、オッケー、わかった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 。一番上が SK だから多分スカイって言おうとしたのかな、空って。スカイ、Y だね。で、これが、オーシャンかな、多分、海。ってことは、YO、YO、で、これデザート、S、YOS、YOS。で、これはアイランドだから、あ、I だね。YOS なんちゃら I。なにこれ、え、なんだこれ、なんだろう、なんちゃら ILL って、俺キルしか思い浮かばないんだけど、殺すしか思い浮かばないんだけど、でもなんかここまでのさ、空、海、砂漠、なんちゃら、島に合わないよね。なんだこれ、なんだ。まあでもとりあえずちょっと選択肢確認しようか。 YOS なんちゃら I、 なんだろうマジで。Y、 あー、ヨッシーか、そういうことな。はい、言ってる、はい。ってことは何だったんだ。あ、ヒルか、そっか、丘って意味か。あー、それはちょっと頭から抜けてたな。で、これは何だ、これスポーツ系かな、多分これゴルフだよね、多分ゴルフ。何これ、じゃ、なんだろうこれ、わからんな。で、フットボールか。フットボールだね。で、これ何？なんだろう。あ、バドミントンっぽいね。ってことは、ちょっと待って、ここまで、まだあるね。ラグビー。で、これ何？なんだ？なんだこれ？あ、トライアスロンね、トライアスロン。オッケーオッケーオッケー。G なんちゃら OMBA。なんだ？ゴー、なん、あ、グンバだ！クリボーだ！そういうことな。ってこと、あー、ってことは、あれか、わかんなかった、JUD なんちゃらってのはあれか、柔道って書きたかったんだね。そういうことね。オッケーオッケーオッケー。まだある。これで終わりだと思ってた。あ、ノルウェーね、ノルウェー。多分これ国名だね。ノルウェー、ペルー、ノルウェー、ペルー、なんだ、カナダ、ノルウェー、ペルー、カナダ、インディア、ノルウェー、カナダ、ペルー、インディア、エジプト。かな？エジプトだね。ノルウェー、カナダ、ペルー、インディア、エジプト。なんか、久しぶりに全問分かったね。ってことは、ちょっと上から読んでいくと、W-E-W-E-N-W-E-N-D-W-E-N-D-Y。ウェンディーだね。そういうことね。オッケー、ウェンディーだね。うん。みんな大好き、ウェンディー。マリメ界のね、もうみんなのアイドル、ウェンディーは、こちらでございます。やばい、死ぬ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 普通に死ぬ、危ねえ。オッケーオッケーオッケー。これでクリアかな。あ、鍵持ってる。これで多分、ボーナスが手に入るんじゃない？これで、何あ、これ GG って書いてない ?GG。おー、グッドゲーム、オッケー、ありがとうございました。よし、これ何？これ、ここ入ったらなんかあるんかな？これは何？これは何？これは、このドア何？それはそれでめっちゃ気になるんだけど。え、それは、マジでそれは何なんだ？まあまあまあ、とにかく、ありがとうございました。よっしゃー。ちなみにちょっとみんなはね、何問分かったかぜひともね、コメント欄で教えてください。フォアマンボーンズマーダーマインシャフト、こちらやっていきましょう。クリア率が 2.21%。 よし、やっていこう。おーおーおーおお、やばいね。大迫力。いいコース来たね。なるほど、こう登っていく強制スクロールか。ちょ、待って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 、はあ。いや、だいぶやばいコース来たな。よいしょ、ほい。で、結構急ぐ、はっ。よし、オッケー。で、こっちこっち、はいはい、はぁ。おい。ほっ、よし、オッケー。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。これでクリア、まだある。よし。大丈夫。あ、まだ猶予あった。猶予あった。急げ。よし、オッケー。で、はぁ。はい。はい、急げ。急げ。よし、ここ。で、大丈夫。よし、オッケー。ギリギリ。これでクリ、ちょ、待って、時間がない。マジかよ。え、
めちゃくちゃシビアやんけ。え、ちょっと待って。え、どこ縮めたらよかった？よし。はい、はい。やば！いける！間に合え！でもだいぶ遅いよな、これ。いける？うん、まあ、セーフとしよう。うん。いや、でもこれ遅いからな。さっきより遅いからこれ間に合うかどうかわからん。よし。ここまでは早い。ここは早い。オッケー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 。ここで3秒残しなら、まあ、ワンチャンいける。はい。はい。どう？オッケー！ありがとうございました。いや、これは楽しいな。いいコース。てか、これベストタイム17秒ってどうやったん？やばくない？あそこかな？あの、縦エリアも極限までもタイム短縮したんかな？なんかできるとこあったんかちょっとわからんけど。真の強者というのはこういう場所で決まると思う。クリア率 1.35% こちらやっていきましょう。僕のコースだね。はい、クリボーすべて1体倒してからゴールと。さあ、まあ、どういうコースかと言いますと、はい、こんな感じです。はい。このクリボーをね、すべて1体こいつを倒してからゴールです。さあ、どうするでしょう、皆さん。まあ、とりあえずまずは記念撮影。よし。先に言っておきますが、こう、上を抜けるとかじゃないです。あと、あの、隠しブロックとかもないです。ここでなんか、どっかで隠しでスターがあって、スター取って体当たりとかそういうわけじゃないです。このコースね、ショートで見てる人も本編で見てる人も、そろそろね、ちょっとシンキングタイム終わったと思うんで、このコースどうやってクリアするのか、早速見せていきたいと思います。ほっ！オッケー！こんな感じでね、やり方はすごいシンプルでね、ヒップドロップでいけちゃうんだよな、このコース。ただね、結構シビアなんよ。クリア率 1% になってるけど、まあ妥当かなって思う。うん。ぜひね、皆さんの挑戦お待ちしています。結構ねサムネ映えもショート映えもすると思うんでね、実況者さんね待ってますよ。